考え、あ、考えてないの、みんなもしかして。あれでいい、あれ、あれあれって今取材している。あ あ、その件でもいいと思います。名前出していいんですかね。名前出していいんですかね。名前はちょっと控えてお願いしますみたいな。まあそういうわけで、今11月の大会に向けて石川高校放送部はFM ルマさんについて取材しています。はい、はいはい、現に今このラジオも撮ってるんですけどね、ビデオカメラで。撮ってますよね。撮ってますね。今の今まですっかり忘れてたけどそうだね、いつも通りのラジオしてますね。はい、まあそういうわけでね、みんな大丈夫？頭いや疲れてない？疲れてない、はい、めっちゃ眠たいです、はい、内藤とサトキは一番大変じゃない？サトキ、うん、あのカメラマン、特にサトキはね、もう引く映像が難しいって言ってるからね。それは俺の問題だから。ああ、オッケー。さすがアップだって難しいんだよ。帰るじゃん、帰るじゃん、うん、で、書くじゃん、うん、書く時間ないから。ああ、原稿を寝ちゃう、眠気に負けちゃう。でも、明日までに仕上げないといけないんでしょ。うん、まあ、頑張って。でもね、冷たい、特進っていう。あ、テスト。はい、今日小論文のテストがありまして。は、小論文。はい、小論文ってなんね。あ、なんかあるじゃん、あの大学就学とか、就学とか進学するときに、なんでこの高校、うん、なんでこの大学を選んだのみたいな、なんでこの職場を選んだのっていうのがあって、それ書かないといけないわけ。しかもそれって自分目線だけじゃないです、客観的な感じののも書かないといけないから、うん、これで落とすっていう人もいるもんね。これで落とします。普通に落とされます、うん、大変だね。特進クラスは大体大学進学がメインになってくるので、うん、自然的にそういうのもやらないといけないんですよ。ほうん、大変だな、まあ、何か深い話になりましたね。はい、そしてずれましたね、うん、そうですね。じゃあ一回話戻しましょう。はい、まあ、はい、そういうわけでね、放送部みんな大会、私とさときくんはアナウンス部門ですけど、皆さん、はい、団体戦頑張りますか？おおーおーおー、あの私めっちゃアファです今すみません、まあ、ちょっと皆さん私のことも考えてくださいね。うんうんうん考えてこないよ、まあ、本当に、まあ、そういう家にみんな疲れてる疲れてるんだね、まあ、学校も忙しいしね、みんな、うん、それなりに疲れはあると思いますが、はい、まあ、こんなところで負けてられないもんね、うん、そうですよ、皆さん頑張ってくださいよ。うん、うんって元気ないな、何しか生きないんだよな、みんな。しかも特にやることのない私が返事をするっていうただね、まあ自分と佐藤はね、団体戦の方ではあんまり、まあ、メインが公平ないと佐藤キーなので、はい、まあ、3人頑張ってください。裏で応援団してます。特に佐藤キーくん頑張って。君の場合2つあるからね。過労度ですね。原稿でしょ、撮影でしょ、そしてテストでしょ、司会もね、ラジオの。あ、それだ。いやー、本当に11月過ぎたらね、多分やりきった感すごいと思う。あー、それあると思う。打ち上げして。あ、打ち上げしたいな、一人でお家の中でやっとくといいかわいそう、それは。ジュースで俺よく頑張った。佐藤先輩、はい、佐藤先輩覚悟しておいてくださいその日あ、その日佐藤にみんなで鬼伝しよっか。あーいいですね、いいね。電源切っとくからいいよ別に。電源切ったら私は固定電話に電話しとくよ私のうち固定電話ないんです分かった、お母さんに電話しとくよ。お母さんの電話番号わからないくせに何を言ってるんだい君は。大丈夫、こういう時は桃花から聞けばいいんだよ。私は固定電話は知らないが、お家の場所は知っている。うっ、それで俺たちが鬼電話しちゃうけど。いや、その前に大会の話題でね、押し切りだけどね、日常とかない、うん、日常、体育体育ね、体育はもう最近時給そうですよね。12月に向けて時給そうが。嫌なことを思い出させないでくれ。んまだ女子はあれじゃん。12月だよ。12月、11月じゃなかった。11月だったぞ。12月じゃない。いや、11月、どっちか、一応どっちかです。うん、まあ私はよく知らないので、私は何も触れません。もうそろそろ時給そうだよ多分。校内にだった、うん、そう、マラソン大会だっけ。マラソン大会去年大変だったよね、佐藤ね。まあ自分の場合はね、まあちょっと体が弱いっていう理由でちょっと、まあ、うんうん、みんなが到着した時のカード配りをしてたんですけど立ってるだけでも案外辛い、あの太陽の日差しなのに、みんな何キロ走ったんだっけ、うん、1.5？ そんな短くないですよ。あ、それ練習か。
練習の時女子は 4.8 じゃないかな、うん、女子は5キロ、男子8キロくらい、そう8キロ、8キロ、うん、8キロか、みんな倒れないでね、今走ってるのその4分の1でしかないよ、うわそうだよ、大丈夫、アイハシマラソン走ってるから大丈夫、大丈夫か、うん、そうなんだ、コウヘイくん、すごいね、で、その記録をちょっと聞いてみたいな、コウヘイ、何キロ、1時間、何キロ、違う、君、ああコウヘイの3キロ、何分だった、18分、早いね、普通じゃん、普通、早いね、早いね、早いな、ライトは、俺、14分、早いね、3キロ、え、3キロって女子の距離じゃないか、あれ、うん、あ、5キロだな、うん、5キロだ、5キロ14分、うん、早すぎ、早すぎ、早すぎるでしょ、早いね、だって私3、だって自分のアカウントに11分新記録出してる人いたよ、それヒュー、あ、うん、あの陸上部の、陸上のとっても早い子じゃないよね、じゃない、2人もいた、あ、すごいね、いたよね、11分いたよね、野球部の子だったはず、あー、野球部はなんかわかる気がするな、 あの鬼な、鬼のようなちょっと怖い先生がうちの体育にいるんでね、うんうん、そう、ちょっとね、そう、その先生がいる限り、うん、野球部は早いと思う、そうそう、というわけで終わるの9時なんでしょ、あっち、うん、でも、うん、せいぜい自分たちのところで早いって言ったらやっぱ13分か12分ぐらいかな、新記録が11分、おで自分の場合は14分、ちゃんと頑張ったんじゃない、まあ、頑張ってるんじゃない、まあ、まあ、頑張ってるのかな、まあ、頑張ってると思います、すごい今めっちゃカッコつけてドヤ顔で、まあ頑張ってるかな頑張りさ、なん、あ、まあ話が一段落ついたってことでね、次のコーナー行きましょうか、はい、次のコーナーはミュージックコーナーです、イエーイ、はい、じゃあ曲名とあれもお願いします、曲名はノーウィンステ、ノーウィンシチュエーション、うん、でアーティストはちょっと待ってくださいね、はい、お願いしますね、アーティストはホーブストランクさん、ほう、どちらさん、洋楽、そうですね、はい、お願いします、はい、
今の曲は、ホーブスタンクさんでノーウィンシチュエーションでした。イエーイ。どうだった浩平？浩平どうだった？何を？今の曲よかったね。なんかワンオクロックみたいな感じ。ね、これ一言だけ言っていい？うん、ワールドシリーズあるじゃん、野球で、うん、あの中継に使われてんだよ、あれマジ？おー、すごい、よかったじゃないかい。 NHK でね、何だったかな、去年ワールドシリーズ決定戦あったじゃん、うん、世界一決める、うん、世界一の野球チーム決める時に、でその曲、この曲流れてたから、うん、かっこいいなと思って。あああれあれ、あの野球のテーマソングとかはかっこいいんじゃん、ほとんどみんなかっこいいよ、うん、ね、やっぱ、うん、BS だったかな、本当に編集もすごくて。あ、編集もすごかった、まあ、一応今の俺たちに勉強になるって感じじゃん。まあそれほどできないけど、スポーツとあれとじゃなんか違うからね、枠が、まあ、カメラ枠。あね、じゃあ次のコーナー行きましょうか。はい、明るく行きましょう。はい、次のコーナーはフリートーク第2弾です。イエーイ。君たち知ってるかい、はい、最初のフリートークで喋りすぎて時間あと5分ちょいだ。あ、本当だ、あと5分もあれば十分でしょ。まあ十分です、十分でしょう。ね、イエス、イエス、あと5日、うん、ね、ね、皆さん何が待ってると思いますか。お化けのいたずらが待ってますよね。ねえ。イエーイ。ねえ、まあ、なんだっけ。はい、私が答えます。はい、どうぞどうぞ。今週の土曜日、ハロウィンです。おー、イエーイ。ハロウィンの何ですか。はい、はい、ハロウィンといえば、ハロウィンといえば仮装しますよね。トリックはトリートでしょう。どっちでもでしょう。お菓子を先にし、うん、お菓子をなんかすくださいお願いしますみたいな。じゃあ私はね、うん、仮装しますよ今年は。わー、写真撮ってみんなで LINE 拡散しようぜ。いいね。それはひどくないですか。じゃあ私ツイッターに載せます。いいね。じゃあ俺インスタグラムにあの投稿するわ。君はあれでしょ、クオリティ高いの待ってます。言っちゃダメですね。 OK OK、 ダメよ、クオリティ高いの待ってます。ダメよ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 、それは OK。 ま、私は自分で載せますんで、Facebook、Twitter、Instagram 全てやってるんで私は。イエイ。はい、と、そういうことで皆さん睨まないでくださいね、はい、私のことを。何気に私がフォローしていることを知らないな、こいつ。イエイ。ま、というわけでね、まあ、皆さん今からハロウィンですけど、まあ、いつだったかな、あの、月曜日にね、はい、危ない人いたんだよね、しかも。何かですか？聞いてない？校内放送。あ、聞いてない。あ、不審者情報？そう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 。あー、まあそういうこともありますので、うん、こうやって、ね、しかも特に人混みに行く人はね、結構大変よ。浮かれているのはいいけど、気をつけてほしいですね。まあ、あの誘拐されないように気をつけてください。大人が子供にいたずらしたらダメです。そうです。それは、はい、それは犯罪です。いや、犯罪に勘違いされる人もいるし、真面目の犯罪もいます。そう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 。まあそういうわけでね、うん、もう本当にね、5分残るって言うんだけど、今さっきの話は2分しか使ってません。はい、はい、で、まあ、あとはね、誰かな、5分しかないって言ってたよね。ねえ、あと喋ってないというね。はい、うん、ね、あとはね、浩平、昨日見たマニパーム、うん、あ、すごかったね。すごかった。と、何の話でしょう。野球だろ、この二人といえば。まあ、野球、はい、大谷翔平持ってますね。やっぱ持てるよね、うん、誰だ大谷翔平。名前しか聞いたことないぞ。第1戦目でね、ちょっと屈辱のちょっと降板して、そうそうそう、それをなんかその鬱憤晴らさんとばかりにね、うん、もう劇的すぎるさよなら。そう、あ、栗山監督泣いてたね。拍手。泣いてたよね。わあ、見てないけど分からないけど、うん、拍手、うん、栗山監督ね、まだ一勝しかしてないのに泣いてたよ。うん、きっと大丈夫かな、うん。まあ、うん、大丈夫でしょう。きっと感動的な試合だったの。広島優勝してほしいですね。カープ、カープ。あ、負けたんですかね、じゃあ。あ、負けたね。負けたんだ。今年で引退する投手がね、めちゃくちゃ頑張ってね。あ、それはなんかちらっとニュースで見た。あ、確かに。頑張ってね。うん。なんか最後まで勝ち運がないみたいな感じで。本当に。まあ、じゃあこの話も終えて、じゃあ皆さん、はい、このハロウィンの仮装もあると思うんですけど、その日曜日かな、日曜日か土日にね、祭りっていうものがまたありまして、わかりますか？わかんない。多分ね、読谷祭りが多分土日やると思うんですよ、うん、それは確かな情報だろうな。確かな情報だろうね。まあまあまあ、うちの友達がそう言ってたので、そうなんでしょうね。うん、そうらしいです。
どんなのやるの？どんなのやるの？分からないですね。自分も祭りだから行こうぜ行こうぜみたいな感じで。ああ、まあ。俺たちも行くとかなんかそういう話もなってましたね。あ、そうなのね。そうです。そうか。うん。まあというわけで、はい。もうお時間。お時間ですか？お時間ですか？そろそろ来ましたよ。うん。じゃあまた来週も聞いてください。石川高校放送部でした。イエーイ。バイバーイ。バイバーイ。アディオース。